ホリエモンチャンネル。おはようございます、堀江貴文です。おはようございます、寺田由紀です。ということで本日は Q&A をですね、渋谷にあります漫画サロントリガーさんからお届けします。それでは今日の質問です。コミュニケーションについての質問です。私は普段仲のいい友人との会話を楽しく話せるのですが、会社の同僚と話すときにしばし面倒くささを感じることがあります。それは話の内容が自分にとってつまらないからなのですが、向こうから話しかけられるとしかとするわけにもいかず返事に困ります。また人間的な嫌いなわけではなくグレーゾーンです。そんなちょっと馬が合わないって人によく話しかけられる場合、どう対処したらいいでしょうか。堀江さんの意見を教えてくださいという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日のゲストは哲学ナビゲーターの原田真理瑠さんです。はいはい、お願いします。ということで質問の回答からいきたいと思います。はい、私はこう答えました。おざなりな対応しますね、そしたら向こうも話しかけてこなくなりますから。まあ堀江さんはそうするでしょうね。どうします、原田さん、そうなった時。私は逆で、すごい敬語を崩さずにずっとすごい丁寧な話し方をします。もう踏み込んでこないでくださいみたいな。逆にそれで距離感を保つってことですね。そうです、敬語とか使って、はい、例えば同僚とかだったら、いや、はい、まあ、ありがとうございますとか、そういう感じの仕事のあれですよっていう距離感を絶対崩さない。ね、近いけどこの人の心めっちゃ遠いところにあるんだなみたいなね。わあ、なんかあれだね、怖いそれ怖い怖いな、それめっちゃ怖い怖いな。不幸になる人少なくないですか、そっちの方が。いや、それ結構例えばさ、なんか口説いてたりとかする場合は特に寂しいよね。はい、ああ、そうです、あ、そうかもしれないですね。でもそういう時ほど効果的ですよ。そうやって交わしてるんでしょう、ね、やめてください。そうやって交わしてるんでしょう。でもそれ誰も不幸にならないんで、はい、いやいや、だってそれは不幸だよ。プシッって言った方がいいよそうなんですけどね。そうですよ、そうですね、そうだと思いますよ。はい、どうですか、寺田さんは。私どうするかな。意外と対応するよね。私対応しちゃう、対応しちゃうんですけど、徐々に回数を減らせるように頑張る。あ、そうだよね。初めは対応するけど、こう徐々にフェードアウトしていきますね。私いないよ、いないよ、いなくなるよ、バイバイみたいな感じで徐々にこう、徐々にフェードアウトしていきます。すごいよね、すごいちゃんと対応してるよね。ちゃんと対応するかも。だから疲れるんだろうな。そうなんだよ、そうなの。でも完全にストレス感じるなっていう場所にはもう行かない、行かなくなりましたね。昔はそういうところにも行かなきゃいけないのかなと思って、無理して行くことがあったんですけど、そういう場所はもう選ばないようになりましたね、だんだん。これは年の功ですね。じゃあこら言い方が悪い、まあ、年の功ですよ。そういうところには行かなくていいんだなって。俺もやっぱりそうだもん、もう一切行かないもん俺も。もうなんか食事とか誘われても、このおっさんとは食事したくねえなとかって思いながら、息臭いしみたいな、そんななんか根本的なとこなんですいやいや、それも重要ですよね。まあ、それも重要なんだけど、すごい嫌だなって思ってる。もう昔はなんかそういうの行かなきゃいけないのかなとかって思ってたけど、まあ、行かなくても全然いいってことに気づいて、そう気づく途中で、どうでもいい人は本当に行かなくていいんだと思って、でもやっぱその人を目の前にしちゃうと、適当な対応する勇気は私まだないから。わかります、すごい。なんかちょっとちゃんと対応しちゃうというか、そうだね、堀江さんほどの勇気はまだ私にはないんで、すっげえスルーしてますよ僕はうちらもおざなりにするのに慣れないとダメかもね。そうですね。だからね、やっぱ慣れないとなんか精神の安定を崩しちゃう人とかいるよね。すごい対応しすぎちゃって。じゃあ堀江さんの対応を真似しましょう、みんなでね。はい、はい、ということで最後に告知お願いします。はい、
哲学のエンタメ小説、ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のことを教えてくれた、ダイヤモンド社より発売です。で、全国の本屋さんにてぜひお買い求めください。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん買ってみてください。ということで、このチャンネルが面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。そして堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あと、メルマガにご登録いただきますと堀江さんがつい質問に答えてくれますので、ぜひ皆さんメルマガ登録お願いします。ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？